毎年5月下旬頃から日南市南郷町で咲き始めるジャカランダの花。開花に合わせて2年ぶりにジャカランダ祭りが道の駅南郷を中心に始まっています。南米原産のジャカランダは世界三大花木の一つであると言われており、市民団体南郷ジャカランダプロジェクトが中心となって道の駅南郷周辺などに植栽をして、今ではおよそ1000本を超えています。今シーズンは冬の冷え込みが続いたことで、例年に比べてつぼみの数が少ないですが、ラッパ状の形をした花は鮮やかな青紫色に染まっています。いっぱい咲いてて綺麗でした。綺麗は綺麗やけど、景色がまたね、いいから。ドンピシャ花が咲いてるっていう時期ってのもなかなか難しいもんですね。楽しみに毎年してるんですけれども、今年祭りが開かれてよかったっていうふうに思ってますが、週末限定でジャカランダの育て方教室やマンゴーの振る舞いが行われます。日当たりのいいところで育ててあげると生育が良くなります。ジャカランダの育て方教室では苗木の手入れや接ぎ木をして花を咲かせる話を亜熱帯作物市場の職員などから聞くことができました。新型コロナウイルス感染症対策のため内容が縮小されている今年のジャカランダ祭りは、土日を中心に6月1日火曜日から6月20日日曜日まで開催されます。